あ、ここはうまく足を出しました。田中のディフェンスからボールを奪いました。三原から繋いで相馬です。左のサイドバック西がついています。相馬入れて大久保、大久保ヒールで流して相馬、相馬がドリブルでかわしていく、かわしていく、そしてフィニッシュ、2対0。相馬が移籍初ゴールを決めました。今度は相馬貴人のゴール。完全に崩しましたね、今までのヴィッセルでしたらスローダウンしてから少し攻撃に窮してるところがあったんですけれども、はい、もう落ち着いて展開してというところで、ここでまたポイントを作ってボールを追い越す動き、はい、そしてこの突破、そして最後のシュートもわざと浮かして ね、 そうですね、非常に完璧な崩しがヴィッセルの攻撃進化している姿を見せてもらいましたね。相馬そして大久保、まあ、最後この2人という形になりましたが、海外帰りといいますかね、海外でのプレー経験のある2人でのゴールということになりました。